大河ドラマ鎌倉殿の13人の、ひげ川おじさんこと、和田義盛の役で大ブレイクした、俳優の横田栄司さんですが、突如の病気療養が発表され、巷に衝撃が走りました。気になる病名や、まさかの離婚の真相について、経歴を踏まえながら、迫っていきたいと思います。武骨な坂東武者の中でも、豪快さと勇猛さは指折りなのに、通称は小太郎という名の通り、どこか憎めないまっすぐな男の、無数の矢で射抜かれるという非業の最後に、ネットでは義盛ロスが騒がれるほど、魅力的な義盛を演じた横田さん、鎌倉殿の13人の脚本家の三谷幸喜さんからは、義盛像のヒントをこう伝えられたそうです。気は優しくて力持ち、みんなから愛される、西郷さんみたいなまっすぐな男、抜けているところがある、いじられキャラだったんだとか、そして最後にこんな言葉も、これから向こう20年は和田義盛といえば、日本国民は横田さんの風貌を思い浮かべることになるので、心して挑んでくださいと。鬼のようなプレッシャーをかけられて、悩んだ挙句に最初にやったことは、シンプルにひげを伸ばすことだったそうです。しかし、ひげが、ぼうぼうの粗暴な見かけにかかわらず、癒しキャラとして、巷で人気が沸騰。三谷さんからは、まさかの癒しキャラと、メールが届いたのもうなずけます。脚本家の想像を超えていくあたりは、横田さん自身の魅力なんでしょうか。2016年の大河ドラマ「真田丸」や「麒麟が来る」にも出演し、三谷作品は3回目という横田さんは、1971年10月11日生まれの現在51歳、出身は東京都で、身長181センチ、ヤクルトスワローズの大ファンなんだとか。三谷さんの信頼も厚いのもそのはずで、1994年に文学座研究所に入所して、1999年に座員となっており、舞台俳優として、相当のキャリアを積んだ横田さんですが、意外な経歴を持っていたことが判明。偏差値71の東京都立青山高等学校を卒業したものの、大学受験に失敗して予備校に行くふりをして、雀荘に通う体たらくがバレて、父親に激怒され一念発起。役者になれる大学に通うために、池袋の百貨店で一時働いた後に、20歳で東邦学園短期大学に入学して、1994年に芸術学科を卒業しています。現在も文学座に所属した俳優として、数々の舞台で活躍されている横田さんですが、中でも、蜷川幸雄さんが生前に手がけ、その後は吉田鋼太郎さんが演出を受け継いだ、綾の国シェイクスピアという作品への出演が有名で、2021年には37作目となる、終わりよければすべてよしで、無事にラストを飾ったのは、演劇ファンなら知らないものはないはずです。当然、テレビでも活躍するようになって、2002年のドラマ、私立探偵、浜マイクの第1話を皮切りに、下町ロケットや逃げ恥、99.9 など、多くの大ヒットドラマに出演。映画でも、極妻やシン・ウルトラマンと、引っ張りだことなった横田さん。しかし、その存在がお茶の間で知られたのは、意外にも TOTO の CM でした。バイキン親子のビンクベン役の横田さんと、リトルベン役の寺田心くんの本当の親子のような切ないやりとりが、何とも言えない笑いを誘って、一躍大人気となった横田さんですが、気になるプライベートはというと、調べてみるとなんとバツイチであることが判明。2016年のとある番組で衝撃の経緯を吐露した横田さん、こういうことだったようです。2006年に蜷川幸雄さん演出の舞台の公演で、吉田鋼太郎さんや小栗旬さんらと一緒にロンドンを訪れていた横田さん。
なんと、イギリス人の美女と恋に落ちたのだとか。しかし、わずか10日間だけの滞在で、帰りの空港では、抱き合って号泣した横田さん。帰国してからも、彼女のことが忘れられず、10ヶ月後、再びロンドンに向かったそうですが、そこで見たのは、別の男性と手をつなぐ彼女の姿でした。美しい異国での失恋話かと思いきや、実は、当時、すでに嫁がいた横田さん。なんでバレたのかというと、会えない10ヶ月の間、ずっと布団の中で、隠れて、メールのやり取りをしていたのですが、ある時、突然、嫁に布団を引っぺがされて、バレてしまった横田さんは、彼女のことを嫁に告白したんだそうです。なのに、ロンドンでは彼女に振られて、帰国して、それが原因で、離婚という、踏んだり蹴ったりな、結果となったそうです。それ以来、ずっと独身の横田さん。その一方で、仕事は順調としか言いようがなく、今回の鎌倉殿で、さらに評判を上げて、これからの活躍が楽しみな役者さん。だと思ったのもつかの間、とんでもない情報が飛び込んできたのです。実は、横田さんは、鎌倉殿の収録が終わってから、体調を崩してしまい、欲望という名の電車とジョン王の2つの舞台を降板することになったそうですが、微熱と極度の倦怠感のため受診した結果、言い渡されたその病名とは、肝機能障害と慢性疲労症候群だったそうで、メンタルヘルスも不調の診断結果も重なって、やむなく降板を決断したそうです。このところの鎌倉殿での一気のブレイクによって、さらに多忙を極めていたのかもしれませんが、舞台と違う修正の効かないという、ヒリヒリするようなスリルある瞬間が、1年間という長丁場で続いたことも、少なからず影響したのではないでしょうか。しかし、ファンの間では、横田さんの健康状態は、常に心配の種だったそうです。というのも、もともとが不規則な生活を強いられる業界ですが、やはり離婚してやもめ暮らしの横田さんにとって、食生活での栄養管理は難しかったのは、ツイッターの投稿を見れば一目瞭然。2008年の投稿ではこんなことも、寝坊して食事すんの忘れてました。ということは、夕べのトルティーヤチップスの栄養で、今日、芝居してたんだね。で、山盛りナポリタンを作りました。2012年のツイートにも、昼はクレープ、夜はバーとあったことからも、自由な生活ですが、かなり不節制だったようです。若い時の無理が一気に牙を剥いたというのが、本当のところかもしれませんね。休養の発表が文学座からのものでもあったので、相当に重いのではないかと心配されましたが、休養後もツイッターは更新していますので、十分に休養をとって、万全の体調で復帰されることを願ってやみません。それから、吉森の最後に際して横田さんは、巴にも畠山重忠にも、お前は生きろだとか、もうちょっと生きようぜ、楽しいこともあるぞ、なんて言ってた人が、結局、ああいう死に方をしてしまうのが、時代なのか運命なのか、まだ吉森は何を抜かったんだろうなんてことを、考えながら演じていたそうですが、あの36話での吉森の感動の名台詞には、多くの方が励まされたのではないでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？横田栄司さん、また、あなたの姿を早く見たいです。それではまた次回お会いしましょう。